皆さん、どうもこんにちは。ペリアルです。さて、本日は、僧侶枠アニメの、スカートの中はケダモノでしたを全話視聴してまいりましたので、レビューしていこうと思います。本作は、男性が苦手な女子大生の静香ちゃんが、主人公のラブコメアニメです。静香ちゃんが、友達とマチコンに参加して、イケメンに話しかけられますが逃げてしまい、逃げた先で出会ったリョウという女とマチコンを抜け出し、お持ち帰りされるところから、二人の関係が始まります。そして、タイトルからわかる通り、実は、リョウは、女ではなく、女装してる男子でした、という展開です。本作は、引っ込み思案な美少女ヒロインと、それを、ぐいぐい口説きに行く男という割と、オーソドックスなラブコメですが、男が女装男子というところが特徴かなと思います。ただし、リョウは、女装を解いたら超絶イケメンであり、女装している理由も、要約すると、男のままだとモテすぎるからという、我々チー牛にとっては、宇宙の真理よりも、謎な理由のため、いまいち説得力がありません。そして、ヒロインの静香ちゃんは、おとなしそうな見た目に反して、なかなかのナイスバディの持ち主であり、髪を下ろした姿もとってもキュートです。ヒロインとしての素養は十分にあるので、正直、リョウの方も別に女装せず、普通に美男美女の恋愛ものでも良かったのではないか、という疑問は残ります。ストーリー自体も、僧侶枠という短い時間ながらも、綺麗にまとまってて、最終話で、二人はラブラブになります。また、私はプレミアム版を見たので、サービスシーンも見ておりますが、描写的には割と控えめでした。私としては、静香ちゃんのキャラデザがかなり好きな部類ということもあり満足ですが、本作はサービスシーンがなくとも、短い時間で見れる恋愛ものとしては旧大点かと思います。というか、ラブラブになって、静香ちゃんがもっと積極的になるところまで描写してほしいんですが、続きはないんでしょうか。というわけで、癖がありそうなタイトルの、割に、なかなかに、王道な展開の本作、全年齢版は YouTube でも見れますので、気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。それではご視聴、ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。